おはようございます。ご指名いただきましたので一般質問させていただきます。最近の宇宙イベントに長野県が何かと縁があり嬉しくなります。先週の小惑星探査機はやぶさ2の進路変更に続き、先日は惑星探査機あかつきが金星を回る軌道に再挑戦し、今朝のニュースでは実現いたしました。共に佐久市の薄田観測所が更新の窓口になっていました。失礼しました。また11月18日には鹿児島種子島宇宙センターから初の商業契約に基づいて韓国の衛星を搭乗した H2A ロケット21号機を打ち上げ、衛星の軌道投入に成功しました。これで日本は43億ドル約3400億円市場の商業衛星打ち上げ市場へ参入を果たしました。その衛星の機材の一部が長野県の企業が製造したものでした。宇宙航空産業に明るい未来が見えてきました。高いレベルの精密機械産業技術を有する塩尻市内の企業にも機械が回ってくることでしょう。事実、松本市の市境の小さな機械工業会社ではリニアモーターカーの一部部品製造を下請けしフル稼働しています。また来たる11日には川上村出身の宇宙飛行士ゆいさんが帰還します。約5ヶ月間宇宙から地球を見続けて考えたこと、思ったことを聞いてみたいものです。多分考え方が大きくなっていて、小さなことにくよくよ考え悩んでいる私など笑い飛ばされるのではないかしらと思います。さて、それでは地上の日本の地上地に戻りまして、提出しました質問通告書に従いまして一般質問に入らせていただきます。1. 地方創生先行型交付金括弧1塩尻松本安住の地域における仕事 かける人好循環創出事業括弧塩尻市長野県の中の1雇用の創出について、創出について質問させていただきます。国が主導する地方創生のモデルの事業となる、の交付金の配分が固まりました。首都圏から高齢者を呼び込む共同体 CCRC や広域観光人材育成といった事業への配分が目立ちました。一方、同じ趣旨の事業でも配分額に差が出て予算の組み直しや事業の再編を迫られる自治体もありました。専門家は他の自治体が取り組みを参考にできる利点があるとする一方、政府が求める政策に誘導され地方自治が損なわれかねないとも指摘しています。そんな中、塩尻市は全国2番目に策定し、そのアドバンテージを最大限生かした取り組みを進めており、他の自治体のモデルになっていることは誇れるところです。その中で一つお伺いします。タイプ1の2にありました塩尻松本安住の地域における仕事をかける人好循環創出事業塩尻市長野県についての中で、大都市と地域の好循環の構築において地域での仕事の確保をし UIJ ターンの促進をさせるとありますが、そのためには受け入れ企業の調査発掘支援の確保充実が優先されると思います。その具体的な進め方、あるいはその進行状況を教えてください。2省庁や国研究機関の地方移転1政府が地方移転の優先候補とした機関森林技術総合研修所について、安倍政権が東京一極集中の是正策の柱として打ち出した政府機関の地方移転は、職員や施設が地方に移ることによる直接的な経済効果に加え、企業の本社機能の移転を促す狙いもあります。都内の中央省庁や独立行政法人のほか、全国に250ある研究機関や研究施設について、東京圏を除く43都道府県から8月末までに誘致の提案を募集し、鹿児島以外の42都道府県から69機関の要望があったと聞いております。長野県では提案した10機関のうち5機関が地方移転の優先候補として検討を進める方針を決めました。塩尻市に東京と八王子の森林技術総合研修所が挙げられました。政府の検討チームは自治体や各省庁からの聞き取りの結果や有識者会議の意見を参考にして12月に可否に関する政府方針をまとめ、機関移転を来年3月に正式決定すると決めました。ここまでは9月定例会で
篠原議員が質問しておりましたが、さて可否に関する対応方針をまとめるというその12月になりましたが、政府の検討チームからの聞き取りを受けた状況や地方移転の可能性などをどう捉えているか、その後の経過や見通しについて答弁を求めます。3、県で行う歩こう走ろう観光地の歩道グレードアップ整備計画の中の1、ワインロード整備計画についてお尋ねいたします。県は9月に県内観光地で散策やランニングなどを楽しめる環境を整備する歩こう走ろう観光地の歩道グレードアッププランを発表しました。2019年度までに約39億円をかけて県管理の15路線で歩道の整備や景観に合った舗装への塗り替え、自転車道の新設などを進めると発表しました。県道路管理課は県内には観光客が歩いて周遊するエリアなのに歩道がなく安全が十分に確保されていない道路があり、観光客の状況や観光地の規模などをもとに事業箇所を選定したと言っています。その中に塩尻市の複数のワイナリーを結ぶ県道を選定し、歩道をワインロードとして3億7000万円をかけて整備するとありました。そこでそれを拡大解釈してお尋ね申し上げます。そのような前向きの県の歩道整備計画のようないい話を、歴史のある善光寺街道、郷原街道の歩道整備にもつなげるように県に働きかけていただけませんか。広岡短歌館につながる郷原街道の歩道整備に県が動いていただければ、長年のテーマである郷原街道の整備になり、地元市民から非常に高いご評価をいただけますので、県道路管理課からの聞き取りは、ワインロードに合わせて提案をしていただけませんか。また県道路管理課は2020年以後も計画を更新して整備計画を広げるとも言っています。継続して要望していただけませんか。お考えをお聞かせください。続きまして4番、県でまた行います EV 観光周遊プランの中の1、 EV 車の観光周遊プランモデルについて、県は11月に電気自動車 EV で県内観光地の周遊プランを作る EV 観光周遊協議会を即しました。 EV のレンタカーと宿泊をセットにしたプランを旅行業者などに販売してもらうことを想定しており、二酸化炭素 CO2 削減と滞在型観光の促進を目的としています。充電設備が比較的多い諏訪地方をモデルに来年度以降の実現を目指し、将来は全県に広げたい考えだと言ってました。諏訪市役所において県とか諏訪6市町村や上田市、小さな田郡、長山町、北坂郡、立品町、レンタカー業者、観光関係者や、諏訪森林組合などで構成されたこの協議会では、地の駅を起点にビーナスラインを通って松本駅、美ヶ原を経由して上田駅、佐久平駅までの3ルートを EV で実際に渡り、走り、既存の充電ポイントの場所や距離を調べ、充電器が必要な場所を洗い出したりした調査結果を踏まえ、補助金を使って充電ポイントを増やすということです。県によりますと、諏訪地方には EV 充電設備が設置中も含めて73箇所あり、県内でも比較的整っている地域で、観光客にも人気のビーナスラインを選んだと言っています。そこで、塩路市の状況をお伺いします。県の将来的に全県に広げたいという考えに、塩尻市もぜひ参画したいので、奈良井宿駐車場に塩尻市が設置した EV 充電設備のほか、塩尻市内に EV 設備、充電設備はいくつありますか。民間含めてどこまで把握しているかお答えください。5番主権者教育の中の1、高校副教材についてお尋ねいたします。総務省と文部科学省は公職選挙法改正で選挙権年齢が18歳以上に引き下げられたことを受け、高校生の主権者教育の一環として新たに作成した副教材、私たちが開く日本の未来を公表し、各高校に配布されました。政治参加を促そうと模擬選挙など実践活動を重視した内容で、同時公表の教員向け指導資料では政治的中立の確保に留意するよう
強調したと言ってました。文科省は政治に積極的に参加する態度を学んでほしいとし、内容については職場から寄せられた現場から寄せられた生徒の疑問を取り上げたとイラストや図解を多用し、具体的な投票の仕方や議会への請願方法まで説明されています。庄司市内の高校にも配布されたようです。有権者が18歳に引き下げられ、主権者教育の必要性が叫ばれています。県教委がいち早く庄司志学館高校を推進モデル校の一つに指定し、主権者教育を行い、市の選挙管理委員会でもお手伝いをしたそうですが、どのような学習を行ったか内容が分かっていましたら簡単に説明していただけませんか。また市内の高校の取り組み状況が分かったら教えてください。続きまして2、政治参加の意識工夫についてお尋ねいたします。安曇野市中学議会が市役所の議場で中学生議会を平成25年度から年1回開催しています。子どもたちが市政に関心を持ってもらうこととともに、課題を見つけて考える力を養い、子どもたちの意見を施策に反映することを目的に開催しています。安曇野市では市民生活部地域づくり課まちづくり推進係が担当し、市内7校の学校長会に投げかけ、各校2年生対象に3人から4人の代表合計25名をテーマごとに5グループに分け、テーマに合わせた執行機関側の職員と年3回の学習会を開催し、8月から9月に質問を作成し、9月下旬には校長先生経由で質問通告書が地域づくり課へ提出され、10月のリハーサルの後11月に議会を開催しています。宮沢市長は若い皆さんも市政に関心を持ち、今後も提言をもらいたいとおっしゃっていました。塩尻市も以前学生対象の議会を開催しましたが、塩尻市として主権者教育も兼ねて中学生議会を開催して子どもたちに市政に関心を持ってもらうとともに、課題を見つけて考える力を養い、子どもたちの意見を施策に反映するようなお考えはありませんか、お聞かせください。続きまして6番、労働安全衛生法の中のバリッジストレッチチェック義務化についての質問をいたします。労働安全衛生法の改正に向け、働く人の心理的な負担の態度を把握するストレスチェックの実施が12月1日から従業員50人以上の事業所に義務付けられました。過重な労働や仕事のストレスから精神を病む人が増えています。職場の環境を改善し、働く人の心の環境を守るために事業所に義務付ける制度が12月1日から始まりました。ストレスチェックは精神的な不調を未然に防ぐため、検査を通じて従業員自身へのストレスへの自覚を促し、職場環境改善につなげる狙いです。一人一人の精神的な負担の程度を検査し、必要に応じて業務の軽減や配置転換を行うほか、部署ごとの傾向をつかんで改善策を講じることが努力義務とされました。制度をどう生かすかは各企業に委ねられています。それだけに誠実な取り組みが求められています。現状では不調で通院している従業員を会社が把握できる仕組みはありません。労働力の確保が重要になる中、突然の休職や離職にならないよう制度に前向きに取り組むべきだと思います。そこで塩尻市内の事業所の対応どうなのか、市側はどう把握しているかをお聞かせください。以上で1回目の質問を終わります。